から質問コーナーやらせていただきます、それやっていきましょうみたいな、イエーイ、聞きたいとか言うっていうところと、そ、終わりの俺のあの大輝をつなげるところ、俺が、やるし、そう、皆さんに笑顔をお届けできるように、そう、違うこと、そう、こっちが楽しみです、ね、グループに分かれているの公演ではなく、つばだユースメンバーが入れ替わり立ち替わりで様々なパフォーマンスをしたいと思います。千葉くんですね。千葉くんは最初一緒にいておとなしい子かなと思ったんですが、すごい元気でパワフルな人でした。これ分かる、めちゃくちゃパワフルだもん。ゲームしてる時とかめちゃくちゃ話すんですよ。すごいマシンガンとかだ。あれは止まらない。そこまで話してない。あ、そこまで話してない。そんな気持ちだった。こっちから見る。そうだ。じゃあ2枚目いきます。はい、じゃあ何が出るか、何が出るか、何が出るか、これ。あ、お、はい、じゃあ次の質問は、メンバーと入れ替わるならどのメンバーがいいですか。うわ、どうどうどう、これいいね、深いよ。これはですね、じゃあ和樹くん。俺か、はい、いや、僕が変わるんだったら、まあ、やっぱね、荒井美穂選手と変わりたいなって思いました。いや、まあ、理由はわかるよね。わかるよ、なんか感じる、感じます。身長が高いんですよ。めっちゃ高いよね。どんな景色が見えてるのかなって、あの高さだとね。同じ中3だよね。そう、中3だよね。うらやましいな。そんな高いから、高いから、高い、高い高い部類に入ってる。はい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 、レッツゴー。始まらないなら始めた、それだけ、何も怖くも。
切りで最後の曲となってしまいます。ありがとうございます。ありがとうございます。とその前に最後に僕とまさとくん、ひゅうがくん、はるくん、たいがくんはここで一旦お別れとなります。バイ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 。ナイスポーズ、ナイスポーズ、ナイスポーズ、バイ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 。それでは最後まで楽しんでいてください。キューバースさんの楽曲でグッドグッバイ。違う感じでとても新鮮だったんじゃないかなって思います。これからも僕たちつばだんユースの応援をよろしくお願いします。それでは以上、つばだんユースでした。ありがとうございました。バイバイ。